はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで TOM さん、英語の大文字。はい、作家のモザイクを一つです。モザイクロードトゥーフィファワールドカップカタールですね。もういろんなメディアでももうワールドカップね、結構あと何日みたいな感じになってきます。楽しみですね。はい、合計10パックで各パック15枚入り。で、光物が2枚ですね。うん、それとインサート。で、ルーキーはランダムですね。で、なんかベテランとルーキーが半々ぐらい。さっき、この前に1箱開けただけなんですけど、半々ぐらいありました。オンバッペ!はい。いきなり。多分200人口ですんで、まあその中からワンボックスで24枚ぐらい光ると考えると、ね、バッペさん当てようと思ったら結構大変ですよねっていうところなのかもしれません。メッシ、クリロナ、バッペ、ハーランドさんね。あ、ビダルさんもいるんだな。うん、やっぱ国のね、代表ジャージいいですね。うん、ピンク色?薄いピンク?これ49と25って分かりづらいやつかな?どうだろう?お!ハーランド!これ25来たらいいんじゃないの?さあ、色的には薄い方だから、薄いよね。薄いと25だったっけ?それでしかも23来たらすごいね。あ、49でした。はい、でも全然 OK でしょ?うん。49の20シリじゃないか、49シリの20番。はい、もうね。で、あ、イブラさんのシルバーもいいですね。うん、光もんがこの2パックいいですね。うん、ほんとルーキーよいしょ。お、カイ君メンツがいいな。ポーランドのルーキー、ヨットン、ヨッツン、ヨッツンペルーね。あ、ソーサさんクロアチアなんだ。あのブンデスリーガに今年ルーキーだったっけね。半分ぐらいがルーキーじゃないかなっていうね。なので、で初めて、あ、イブラさんね、ここが白いと多分シリアルです。それと金とワンオブワンしかないんじゃないかなと。まあ一応届きましたらね、全部のカードご確認ください。モザイクシルバーとシルバー、シュマイケルさん。いいね。ハーランドをシリアル出そうと思ったら大変でしょう。上位陣ね。お、オヤルザバル。ね、スペイン、ポルトガル。この2チームも結構、ね、注目ですよね。いやー、楽しみですね。まあ、店長は子供の頃からドイツを応援してた。そのままドイツを応援してた。パス回し。ね、すごかったです。あ、サインだ。ひっくり返ってます。オートグラフスってやつね。アメリカだ。お、ルキージャンルカ・ブシオさんでいいのかな。へえ、初めてだよね。初めて見た、店長は。
しかも一桁背番号なんだ。へえ、カード自体も初めて見たかもしれない。ジャンルカ・ブシオ。かっこいいですね、名前はね。へえ、いや、若くて才能のある選手だということで。へえ、注目ですね。はい。で、シリアルも来てます。これ青シリアルでしょ？ノルウェー。はい。99シリです。うん。シリアル2枚来ましたね。まあ、かなりランダム性が強いということは聞いてましたけど。シリアル2枚入りもね。だから、各シリアルあまり管理されてないんですよね。まあ、いわゆる99と。49と25と10と1が、オッズ管理されてて、重なる場合は重なるってやつの可能性が高いということですね。このボックスを見ると。まあ、全くかかんない場合もあるし。かかれば、ね、連チャンしていくパターン。バッペさん。チリの選手。まあ、そういうことが。この箱で分かったような感じがします。99と49が同じ箱から出てきたと。箱1とかでもないということで。まあ、出ないときは出ないと。出るときは重なると。うん。はい。ルーキーが結構やっぱね、エクアドルの選手。で、サインも出て、パラレルも2枚出たので、ハランドの49結構やばいっしょ、多分。うん、ねえ。あ、ね、フェリックスも、ポルトガルのユニフォーム、ちょっと新鮮な感じがすごいします。あ、ズラちゃん。はい。ダニーロさんだ。はい、ということで、この箱はシリアル2枚にサインが1枚、サインもアメリカの、店長は初めて見る選手ですね。いや、ハランドはこれあれだな、ちょっとマグフォアの、あ、ちょっと傷ついてんなって、あんま使わないサンプルでもらったやつだから、まあ、新古品みたいなもんなんで、いらなかったら、取り替えてください。はい。ということで、ね、ハーランドの49はかなりいいんじゃないですかね。ね。はい。シリアル2枚出ました。で、サインが1枚。アメリカ代表のブシオさんですね。はい。ということで、発送は本日の行いますので、明日着で手配いたします。はい、お受け取りよろしくお願いします。またチャレンジしてください。ありがとうございます。